メナード青山リゾートのハーブガーデンでは20種類約10万株のセージが栽培されています。今年は8月に雨が多かったことから例年より開花が1週間ほど遅れましたが、シルバーウィークにはサルビアやラベンダーセージが開花し園内を彩っています。絨毯を敷いたような赤や紫の花を前に、訪れた人たちは写真を撮るなどして満喫していました。ハーブガーデンでは11月23日までセージフェスタを開催しているということです。